UGCEPG パツシャーラーへようこそ。大阪大学大学院文学研究科のムハンマド・モイヌディンと申します。ペーパー7、明治大正の文学、モデュール、シガナオヤの文学の世界。キーワード、シガナオヤ、アンヤコーロ、和解、木の先にて、大津純吉、ある男その姉の死、父との対立、自我、自己、原文一、私小説、序中、呪術に従った文学、白樺、背景、近代日本で小説の神様として知られている志賀直哉は大正時代の最も有名な作者の一人として一人です。彼は自分自身が生活で経験したこと、感じたこと、見たことなどを作品化している場合が多いです。彼の実生活に起こった保守対立や対立から生まれた自我、あるいは利己的な考え方、また父との和解が大正時代の作品に顕著です。和解、大津純吉、ある男その姉の死などは彼と父との対立を主なテーマとしている一方、強い自我を描く作品として評価されています。彼は私小説の代表作を発表し、このジャンルの代表作家として有名になりました。志賀直哉には唯一の長編小説アンヤコーロがあり、和解のような中編小説藩の犯罪、焚き火のような短編も多くあります。他方、小僧の神様や聖兵の瓢箪のような児童文学もあり、木の先にて、荒木の転生など高校生に愛読されてきた作品もあります。志賀の創作活動は高く評価されており、明治時代の文学の一般的な流れと違って、自我意識と倫理観を簡潔に発表したと言われています。彼から影響を受けた作家らは多くあります。例えば、広津和夫、芥川龍之介、滝井耕作、翌睦理一、川端康成、大崎和夫、網野菊、梶井元次郎、小林秀代、小林滝次などです。目的。志賀直哉の人生、文学活動、それらに対する評価を勉強することが、このモジュールの目的です。また、彼のいくつかの作品を紹介し、特定の作品を少し詳しく見てみます。本文、私生活。志賀直哉は、東北地方の宮城県石巻市で1883年2月20日に志賀直春の次男として生まれました。1971年に88歳で死去しました。彼は2歳頃に家族と共に東京へ引っ越し、東京育ちと言われています。直哉の兄の直行は、直哉の生まれた前の年に亡くなり、直哉は志賀家の後を継ぐ子として育てられました。兄が早く死んでしまったのは、若い両親の失敗だと
信じていた祖母のルメは、ナオヤを自分の手で育てることにしました。祖父、シガナオミチは、この孫を深く愛し、ナオヤは父よりも祖父に親しみを感じていました。こうして、ナオヤは祖父母の深い愛をもとで成長しました。ナオヤの父方の家族は、女級の武士の家系であり、1889年に当時日本唯一の女流階級向けの学校である学習院初等科に入り、12歳の頃、つまり1895年に卒業し、中等科に進学しました。1903年に卒業し、高等科に進みます。1906年に卒業し、東京帝国大学、現在の東京大学の文学部英文学科に入学しましたが、2年後辞めることにしました。直哉は13歳の時、絶望に死なれ、父は100日も経っていないうちに再び結婚しました。新しい母との関係はうまく続き、祖母と新しい母の愛情を受けながら育てられました。が、父との関係はそれほどよくありませんでした。これは1901年の足尾土産鉱毒事件場を視察に行く決心で深くなり、後の女中との恋愛関係や結婚を希望したことで、父との不仲の関係はさらに深刻になりました。また、小説を書くことを将来の仕事として選ぶことも父に好まれませんでした。父との争いはだんだんひどくなり、1910年に父から独立するように言われました。1912年10月にルメの出版表の件で父との争い、家を出ることになりました。また、結婚も父との対立の一つの理由となり、彼は父の許可を受けずに友達の勧めで結婚しました。直哉は子供の頃から自我が強かったと言われており、自分の希望を通すことを第一としてきました。学習院時代からの友人、武者の小路実篤、有島武雄、里見とんなどと一緒に白樺派を作ったことも、小説を書き始めたことも、そのためだと言っています。白樺派のメンバーたちは、みんな、それぞれの自己を第一に考えて行動する人たちでした。彼らは自分たちの考え方を一般の人々に広めるために、白樺という名前の雑誌を出版し始めました。直哉は父との不仲の関係を作品化し、父の反対にもかかわらず、それらを発表しています。一方、直哉は17歳の頃、キリスト教の教育者、内村鑑三に出会い、その先生の影響で、
キリスト教に入信しましたが、7年後、つまり24歳になってから、事実上その教えから離れることにしました。キリスト教から離れたことも自我の強さのためでした。創作活動。文学に対する志賀直哉の興味は少年の頃からありました。最新の志賀直哉全集によれば、彼の最初の作品、当時の少年は1897年2月に県有会雑誌第4号で出版されました。この年に3つの作品が発表されています。1897年といえば、彼がまだ中等科2年です、だった頃です。そして、1904年に読売新聞のはがき集欄に、はがき集の一つとして、いくつかの評論や記事を発表しています。この年に彼は日本の文学者だけではなく、外国文学をも読んでいます。近松門左衛門、伊原西鶴や尾崎紅葉などと、アンデルセン、イプセン、モーパッサン、トルストイなどの作品を英訳で読みました。直哉は、ロダンとトルストイの影響を特に受けています。彼がロダンを知ったのは1905年の頃です。同じ年に樋口一葉、夏目漱石などの作品を読み、夏目漱石の作品は特に気に入っています。直哉以外にも白樺派の作家たちには漱石の影響が多く見られます。漱石が当時働いていた東京朝日新聞のために連載小説を書くことを直哉に勧めました。直哉は喜んで引き受けましたが、様々な理由でその小説をとうとう書けなくなり、漱石を訪ねて謝りました。後に漱石から書けない理由をその小説に書いてくださいと言ってきました。直哉は結局その小説を書き終わることができず、1906年に漱石が死去してしまい、直哉は大きなショックを受けました。直哉はこの時すでに小説を書かない時期にありましたが、朝日新聞のために小説を書くという漱石の期待に積極的に応えなかったことに対する誤りの気持ちを持っていました。志賀直哉の創作余談によれば、その気持ちのため、いつか良いものを書いて朝日新聞に載せようと心に決めていました。それゆえ、漱石の死後完成した捧げの場合を漱石にデディケートして、わずかに自分のやむを得なかった不義理を察した。と言い、本作品のタイトルと一緒に、亡き夏目先生に捧ぐと書いて発表しています。志賀直哉の文学は、主に三つの点、純粋性、言葉の美しさ、ジャンルで有名です。純粋性。
近代日本の文学者の間では、純文学について議論がすでに始まっていました。これは1920年代に主に2つの学派の間で激しくなっていました。一つは、筋の面白さは小説の芸術的価値とは関係しない。芥川龍之介と主張する芥川龍之介に代表され、二つ目は筋の面白さにこそ、小説の価値があると強調する谷崎潤一郎によって代表されました。面白いことに、志賀直哉は両者に共に褒められました。言葉の美しさ。坪内逍遥が提唱した原文一致体に従って志賀直哉は書いていました。彼の文章は比較的短くて一般の人々にわかりやすいものです。そのためか彼の作品のいくつかは日本の学校の教科書にも使われています。例えば、小僧の神様、木の先にて、などです。ジャンル。これは、詩小説というジャンルのことを指します。田山片井は、詩小説を書いた初めての作家だと言われていますが、実際に多くの作品を書くことにより、このジャンルを確立したのは志賀直哉です。彼は詩小説の代表作、若いを書き、このジャンルの代表作家と言われるようになりました。直哉の文学は小説、随筆、日記などを含んでいますが、本モジュールでにおいては、小説についてだけ学ぶことにします。彼の小説は大きく三つの事実に従った文学に、事実と虚構を混ぜたもの、三、フィクションの世界に分けることができます。一、事実に従った文学。直哉は実生活に起きた出来事をそのまま使用していくつか有名な作品を発表しています。その素材の中で父との関係は一番重要なものとなっています。また実生活に起きた他の事件や祖母、母、子供、友人たちとの関係もよく使用される素材です。例えば、母の死と新しい母、大津純吉、木の先にて、和解、11月3日午後のこと、流行感冒などです。事実と虚構を混ぜたもの、実生活の出来事に事実ではなかった物事を混ぜて書いている作品はいくつかあります。例えば、濁った頭、ある男その姉の死、唯一の長編小説、暗夜航路などです。フィクションの世界。志賀直哉は詩小説作家として知られていますが、彼のフィクションや神話に題材を取った作品も日本国内外でよく評価されています。例えば、カミソリ
藩の犯罪、荒木の小僧の神様、天聖などです。作品の長さから考えますと、直哉の小説は以下のように分けることができます。長編小説、暗夜行動、中編小説、大津純吉、若い、ある男その姉の死など。短編小説、母の死と新しい母、木の先にて、天聖など。商品、伊豆く川、嵐の日など。同時代の評価、志賀直哉に対する評価には様々なものがあります。それらのうち代表的なものをいくつか述べてみましょう。同時代の評論家、広津和夫は志賀の文学についてかなり徹底した立派なリアリストであると評しています。思想説論を書いた小林秀世は直哉の思想説を高く評価し、直哉ほど日常生活の芸術家を実行する作家はいないと言います。他にも芥川龍之介が志賀直哉を同時代の最も純粋な作家の一人であると、直哉の作家としての純粋性に注目していることは注意を引きます。そして菊池寛は直哉をリアリストとして高く評価し、実際に描かねばならないこととしか描かないと言及しながら、彼の短編小説などは十分世界的なレベルまでいっているという評価は注目されています。他方、言うまでもなく、志賀直哉は批判も受けています。中村光雄は、彼の想像力は地のつながりに沿ってしか働かないと言います。そして本田修吾が志賀直哉の文学には社会性や思想性が欠如しているというように、直哉の作品における限界が示されています。つまり志賀の作品に対しては社会の不在や素材の選択という点で彼の視野が狭いという批判がなされています。以上のようにリアリズムの面からは志賀は高く評価されてきましたが、作品に描かれる登場人物や内容に関しては批判も受けました。ところが最近の研究においては、このような批判に対して疑問が発せられていることは注目すべきでしょう。特定作品の紹介。志賀直哉の唯一の長編暗夜行動、中編で詩小説の代表作である若い、短編で代表的な新境小説とも言われている木の先にてを紹介します。暗夜行動、志賀直哉の唯一の長編小説です。これは発表し始めたのは1921年1月でしたが、2回、1923年から25年と1928年から37年の3月の中断により、1937年4月に完成されました。朝日新聞に
連載する予定の時藤健作が、綾香楼が出版された時、女子として載せられました。これらの事情を考え合わせると、この唯一の長編小説の完成までの期間はもっと長くなると考えられます。本小説は志賀直哉の短編や中編と比べて日本の文化や伝統などに関する描写が多く登場します。作品は女子以外四つの部分第一から第四に分けられており、時藤健作の子供時代から始まっています。時藤健作は第一から小説家として登場し、祖父の妾お栄を愛し、結婚したいが、事実上結婚できません。その後、彼が実は祖父と母の不義の子であったことを知り、大変苦しみます。やがて、その苦しみから回復し、普通の生活に戻ります。そして、直子という女性と結婚しますが、彼女が検索の留守中、いとこと過ちを犯したと分かり、苦しみ、悩みます。その苦しみから彼は、大山に一人こもり、妻を許す決心をします。本作品は、志賀直哉の自然観や自害式を表している名作として読まれ続けています。和解。志賀直哉の実生活に沿って書いた中編小説です。父との長い不仲の関係の後、1917年8月30日に実現した和解の喜びの中で本作品を書いたと直哉は語っています。和解は他のどの作品よりも早く執筆され、毎日10枚平均で半月間で早く10枚を書き、同年10月に読者の手に届いています。和解は三人称で書かれており、主人公は純吉であるが、舞台は実際に直哉の実家がある我孫子の家です。七度の和解より1ヶ月間前の出来事から作品は始まるが、11年前起きた父との対立が回想されています。そして、純吉の結婚問題や第一子の死と次子の誕生の場面が詳しく書かれています。さらに、父と和解に達するまでの出来事やその後のみんなの反応についても描写されています。本作品は志賀直哉の代表的な作品と捉えられており、強い自我を表す作品として読まれてきました。火の先にて。火の先にては、私小説であるのはもちろんのことですが、代表的な新境小説としても知られています。志賀直哉は1913年8月15日の夜、友達と一緒に散歩に出かけましたが、帰り道で山手線の電車にはねられて重い怪我をしました。
近くの病院で治療を受けましたが、その傷の完治のために10月に兵庫県の城崎温泉へ行くことにしました。本作品に書いているのは主に城崎で経験したことです。この作品は1917年に発表されました。山手線の電車にはねられたことから作品は始まっていますが、作品の大部分では城崎で見た蜂の死骸、ネズミとイモリの死について詳しく書いています。また、桑の枝である一つの葉だけがひらひら、ひらひら、同じリズムで動いているという文章は読者から多くの注意を引いています。城崎にては、志賀直哉の死生観を表す作品と見てよいでしょう。